さて、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はまあ今日もろく何時間おった？4時間。もう夜になりました。4時間か5時間ぐらいおったな。はいはいはい、はい、今日は森本君のところに遊びに行きました。はい、なもーちゃんね、ちょっとさっき YouTube 見たけど、はい、なんか俺が自慢しに来たみたいな買い方してなかった？あげさせてもらいましたけど、そうそうそう、ほんまに。でも今日久々やんな、半年ぐらい会ってないか。もうなりますね。な、うん、森本君半年ぐらい会ってないねんけど、ね、今日久しぶりに会いました。はい、全然変わってない。せやね、やっぱどんだけ会わんくってもね。俺ほら吉永君も昔から仲いいけど、はいはい、やっぱり、ね、やっぱ森本ちゃんも長いもんな。もう長い、今でも来ますから。吉永君ぐらい長いもんな。そうです、一緒。そう、もうほんまの歴史は一緒ですよ。一緒やな、吉永君。あのまあまあまあ、いっちゃんもあれやけどな。最近ちょっといっちゃんちょっと連絡取りなるほど、取りたいやけどな。そうそうそう、はいはいはい、まあ今度電話したいな思って、はいはいはい、そうです、あの世代。あ、そうそう、同じ世代ですわ。だからもう一番ほんまに俺が今付き合ってる友達でな、ほんまにな、うん、ありがとう、助かる、ね、ありがとう。でほんまに嬉しい。ちょっと最近森本君が YouTube で伸び悩んでたんでそう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 、伸び悩んでた。もうちょっと早く相談しとったらよかったんやけどね。ほんで、あの今日いろいろと YouTube の勉強一緒にしとってんな。はい、しました。僕もいろいろいろんな人から聞いた情報を、はい、うん、もーちゃんに今日伝授して早速今日なやってんな。そうそうそう、だから今日だから、まあ、みんな見てもうたかな、あのもーちゃんの今日の動画、はい、いろいろもうカットカットしてな、うんうん、いらんとこどんどんカットして、ね、パッパッパッって切り替わるような感じでな、はい、動画上げてんな。そう、あのわざわざ惚れ惚れしました。いや、もう僕も適当にやりました。いやいやいや、まあ、動画はもうちょっとなかったけど、編集は俺がやりました。そうそう、もうそうそう、ぶっちゃけ俺もちょっと一回やってみたかった。あ、そうです。こうやったらいいよっていうの聞いたから、うん、ほんで、うん、やりたいなと思っとって、ほんで今日もうちゃんがずっとカメラ回しとったから、はいはいはい、ちょっともうちゃんの動画、カメラいじってあれやっとったけど。確かに、でも今やっぱ楽しい動画をね、やっぱ伝えたかったんやけど、なかなか下手くそやったからね。そうやね、下手くそやったからね、うん、いや、分かって認めてるぞ、ほんまに。でもやっぱ楽しいのは伝えたいなっていうのは。でもどう、じゃ最近ホンポ田中坊なんかめっちゃ一緒に頑張ってるけど、はい、やっぱり見たってイラッとする。いやいやいや、ちょっと、確かにもう負けた感はある。負けた感ってか、あいつ俺ばっかり撮ってるから。そうそう、いや、そのままね。しかもな、カメラめっちゃ近い、こんないで。はい、今日は中さんと中ちゃらでこんな近いの、はいはい、ほんで、近いってなって、はい、ほんで、はい、iPhone11 Pro 買いやって、はい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 、これ広角で広く映るやん、うん、これね、もう広角、もう iPhone11 Pro 買ったらもう全然広角で映るし、はいはい、めっちゃドライブ動画面白いから、もう買ったらええやみたいな感じになって、ほな買い替えますってなって、はいはいはい、買い替えたら iPhone11 Pro じゃなくて iPhone11 やから広角がないみたいな結局近いみたいな、はいはいはい、でも田中坊も今日ほんまはめっちゃ来たかったやん。あ、まあ、僕めっちゃ行きたいですって言うとったけど、はいはいはい、まあちょっと今日、まあ昼間、うん、研修があって、まあ帰ってちょっと用事あるんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと帰ったんで、はいはいはい、ですです。またいつでも、いつでも来てくれいいですか。また来てください。今日本で田中坊に会いたかったね、また、うん、今日本で、もーちゃんの動画では今日使ってないんだけど、うん、使ってないか、今日いつものもーちゃんの撮影する時で、あの時はせえねん、まだもーちゃんがいつも海辺で撮る撮影スポ、そうそう、スポットで後編ね、はい、ルークス撮影してきました、はい、なんかみんな釣りしとったな。今日はすごかった、青年天気もね結構な、うん、通信しな、はいはいはい、そうそう、その動画も上げてくれの青年、ね、もうちょっと頑張りますか、ね、もうあれボツとかやめて、いやいやボツ結構頑張って俺走ってんだよ、はい、バーって、はいはい、U ターンとかして、はいはいはい、頑張ったから、ボツで撮ってよ、もうもちろんもうちゃんと上げてよ、もう自分の YouTube のアカウントにログインができへんかったから、そこですわ、もう知らんこと。ほんでさっきまで2人で一生懸命メールアドレス、夜になりました、あれやこれややって、もうこれ夜やほんま、もう餃子ぐらい怒ってくれなあかん。いや、お前ほんまに安いもんですよ、それ言うわ、はい、まあでもほんまにもうもーちゃんの今日旧車ちょっと僕も、まあまあまあ、今日乗らしてもらったけど、せえ、ね、いや走ってはないけど、あ、そう、まあね、あ、このグロリアはほんまにえげつないぐらい大事されてるな、前のオーナーからな、なんか乗り移ってるでしょ、映ってる、今は途端映るんちゃう、そっちですか、オーナー、そっちですかね、な、また変わってきますね、思考がお前ら、なんか映ってますねとか、なんかさ、後ろ誰かいますか、そうだ、やめてや、ほんまにそうそう、ほんまに怖いからな、そのぐらいやっぱね、大事にされとったから、なあ、ほんまにな、車で伝わりますね、やっぱりな、ほんまにな、俺も大事でしょ、いやいや、これはもう大事せなあかんでしょ、これは大事するわ、それあんま積みすぎない、荷物は、やかましこの前断じりしたって、そうそうそう言ってましたね、断捨離、断捨離、断捨離した、断捨離した、でも何もかぶせたらあかんですよ、いるもんまでせたらあかん、そうやね、あのドローンのプロポコロも捨てたかもしれない、うわ、ドンキで買ったやつまあでもドンキでしょ、いやドンキ7000円だよ、
あ、まあまあしますね。バカにしたの。はいはいはい、あ、でもほんま今日ありがとうございました。ほんまに皆さんありがとうございました。もうモーちゃんに会えることができました。いや地味な動画なんだけど、うまいな。いつもどんな感じバイクいじりながら、そう、はい、そうそう、モーちゃんです。今日はシーンってなって、今日はクランクバラします。こんな感じ。そう、あれでも結構な時間かかってる。俺呼んでくれたら来んの。いや、そんな忙しい中、そんなあれハンマーで考えたらどうかな。そうプラスチックハンマーね。はい、ちゃんと俺の工具使ってくれてる。あれがなかったらもう KTC ね。KTC。もうあれなかったらもう始まってない。KTC は当時もんやけどな。当時もんやから、磨き倒したんですか、ブルーマジックで。あっそう。あれは。やってくれるな。そう、大事にしたって。ちゃんと工具が本当なんか貼ってるでしょ。貼ってくれてる。ありがとう。大事。あれ、工具はお金持ってる。払いましたよ。そうだっけ。あの、前の、あの、工具会社の時にね。払いましたよ。もちろん。です。ごめんごめん。さっき後ろ誰か通れたか。もう怖いから、そういうの。大丈夫、ちゃんとした方に譲ってもらったら、その友達のおじいちゃん、まず他人じゃないですか。友達、あ、そうか、友達のおじいちゃん。友達のおじいちゃんが、うん、なんかもう家にいらん車があるから取りに来てくれと。家にいらんバイクがあるからとかっていう知り合い多いな。そうなんですね、これも言っちゃいそう。そう。あの、もう走ってくれるなら走ってるのが見たいですって言うてくれたから。で、あれ、よしにも。よしに、そう。ほんなら、まあね。最初も、まあ動かんやろと。だってもう言うと、20年ぐらい経つからね、もう。ああ、そうか。止まってから。そうやな。ようくれたな、よし。邪魔やったやろな。なんとかしてくれ言われたら邪魔やった。あ、そうやったんや。ほな、それでたまたま僕が仕事で荷物を持ってきたんですよ。その時に、そういえば好きでしたよね。好きよね。ほんなら、そういう人にだから、直してでも乗ってくれるんやったら、ただで引き業者に出してお金取られると。やったらもう、引き取ってくれた。よし、前電話あったけど、電話してないわ。怒られるな。もちろん、ご飯ごちそうしますよ。よし、電話かけるやんか。僕ら友達ですよね、って言うんやけど。いや、友達ですよ、よし、友達ですよ。かけてきてくれ。言うとった。もうちょっとこの前積みに行くんです。そう。間、会いとって。でもやっぱ、全然接してくれるからね。ほんまに。懐かしいね。また。せやね。また。はい。おいと。おいと。頑張っていきますか。あと、ほんまに、森本くん、あれですよね、笑点木村。ちょっと今日チャンネル変えたんですよ。ちょっとまだおかしい状態やけど、そう。結局、木村笑点になるんですよね。そう。ほんまはだから、海外向けに、逆にしてたんですよ。そう。それは。だから、チャンネル名、今ちょっとごちゃっとなってるけど、ちょっと時間経ったら木村商店になると思います。旧車好き木村商店になると思うんで、旧車好きの方に見て、旧車好きの人に見てほしいからな。そうということで、もーちゃんよろしくお願いします。お願いします。ほんま、あとここで重大発表なんですけど、もーちゃんの YouTube チャンネル僕が買収することになります。そっちですか。あかん。いや、まあちょっと冗談です。はい、まあ、でも、もーちゃんの YouTube でも結構これから僕どんどん出ていく。いや、ありがとうございます。出ていくから、はい、ありがとうございます。もう田中坊ばっかりやから今。田中坊、これもーちゃんのところに来るよ。もう見てた田中坊。もーちゃんのところにも来るから。はい、田中坊怒れへんすかね。ちょっと怒る。はい、田中坊。だから笑点木村よろしくお願いします。お願いします。ほんま今日勉強になりました。ちょっと笑点木村開けて、はい、貸して。もう勝手にもーちゃんの携帯さっきからいじくり回してるもんな。はい、これです。よろしくお願いします。笑点木村、ちょっとここ笑点バイクカスタムとかなってんだけど、これ多分後でチャンネル戻ると思うんで、綺麗に、はい、ちゃんとなると思うんで、一応もーちゃんの動画で今日の本日の本舗なっか、日産ルークスで来たー言うて、もうせっかく来たのに、なんかカメラマンさせられたとか、なんかディスられてるけど、はい、笑点木村、もしよかったらチャンネル登録お願いします。ですお願いします。はい、お願いします。あと、もうサムネイルも全部作り替えない。せやね、これちょっと、これも今日勉強なんですね。そう。なんか今日で、ね、悩みがもうほとんど、ね、解消されました。いや、言う人やって。ほな、今日は、もう今日終わりましょうか。ほんまありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。もーちゃんから一言、はい、どうぞ。まあ、これからも、まあ、ちょっと地味な動画になりますけど、頑張って上げていきますね、また。でも結構ファン多いで。ありがたいことにね。なちょっと嬉しいですよ。ここ来たらあれやろ。もうじゃあ見てますよとか言って。もうだから先も、うん、なマルキングさんも。もちろん。マルキングさんも来てくれるし、マルキングさんの弟子とこの前泉尾さんパーキングで会うてん。あ、そうなんですか。びっくりしたで。え、マジですか。あ、0時回っとったかな。0時半か1時ぐらい。はあ、
泉大津パーキングで田中坊と一緒にラーメン食うとって、はいはいはい、はい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 じゃあな、まあ、今日は終わります。皆さん、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ポチッとな。ポチッとな。ありがとうございます。ポチッとな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 。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ポチッとな。ポチッとな。